アルファロメオ33は、イタリアの自動車メーカーアルファロメオが製造、販売していた自動車である。アルファ33とも呼ばれる。アルファスットの後継車種として、1983年に、まず、ハッチバックモデルが登場。アルファスットとは、プラットフォームや一部の部品を共有している。エンジンは、アルファスットから引き継がれた1.3リットル、1.24リットル、 1.5リットルの水平対向4気筒オフガソリンエンジンと1.8リットルの直列3気筒オフディーゼルエンジン。ガソリンエンジンにはシングルキャブレター仕様、ダブルキャブレター仕様、インジェクション仕様が存在し、このスモールボクサーエンジンは後継車種となるアルファロメオ145、146にも引き続き搭載された。デザインは チェントロスティーレ所属のエルマンのクレスソーニが担当。1984年、ステーションワゴンモデルを追加。当初は、ジャルディネッタの名称が付けられていたが、後に、スポーツワゴンに変更されている。ワゴンのデザインとボディの製造は、ピニン・ファリーナが担当。また、ハッチバックワゴン量モデルに 4WD 仕様を追加。1986年、1.7リットルエンジンを、 追加するとともに、75に準じた内装に変更。1989年、マイナーチェンジ。フロントが164と同様のデザインに変更され、4カム o h c 1 6バルブヘッド化を受けた1.7リットルエンジンの出力が137ビット HP に向上した。また、4WD 仕様には、新開発の 4WD 機構が搭載された。ありがとうございます。